はい、皆さんこんにちは。テイルズオブ IP 総合プロデューサーの富澤です。そしてこんにちは、テイルズオブ YouTube チャンネルの管理人の戸井くんです。そろそろ慣れた？まあ3回目になりますので、うん、だいぶ慣れましたね。このとこ続けさせてもらっているアンケートシリーズの今日は何回目かというところですが、はい、今日はアンケートの何を発表していくんでしょうか。はい、今回はですね、いただいたアンケートの中から、好きな、敵キャラクターというところをピックアップしてやっていきたいなと思っております。いいですね、はい。まあ、悪役のこう人気が、まあ、高いっていうところもシリーズの、まあ、特徴魅力だったりするかなと思いますね。そうなんだよね。もう本当にどっちの正義もどちらが正しいかだんだん分からなくなるような、はい、そういったやっぱりこう二律背反の世界を描き続けてるっていうのが、まあ、テイルズの一つの、まあ、コンセプトでもあるので、悪と呼ぶもののやっぱりそれぞれの正義をじっくり語っている作品が非常に多いわけですから、はい、魅力的な悪役もたくさんいるということです。はい、というところで、まあ、前回同様あの20位から1位までというところを紹介したいんですが、はい、まずはじゃあ20位から11位というところをご紹介させていただきます。尺の関係でザクザクまた今回も行かせていただきますので、はい、では20位から11位です。こちらです。どどん、はい、なるほど。これ作品的には結構バランス良くなっていくんです。まあ、それは本当主人公メインはパーティーキャラとして、ね、人数多かったりするけれども、はい、悪役となるとやっぱ作品ごとにこう集約されていくところはあるけど、まあ、なんかこの面白いだと思ったのは、うん、いわゆるラスボスが、うん、まあ、あんまり入ってない、そう言った言いながら見たら、ああラスボスいねえやと思って、はい、ですね、まあ、確かにあのいわゆる敵側の勢力でも魅力的なキャラがこう複数いるのが、まあ、ある意味特徴でもあるので、はい、そんな中でそう眺め直してみるとどうです？トイ君的に16位のシゼルなんかは、うん、私何作目かな、6作目7作目ぐらいに多分遊んだんですけれども、アメダニアをね、はい、うん、シゼルとのバトルはもう本当に涙なしでは終われないバトルだったなと個人的には思っているんですが、はい、お客さんの、ね、ちょっとじゃあ今回俺もコメント読むよ。はい、うん、ありがとうございます。英語のコメント読んでいただけます？日本語にしましょう。はい、ね、うん、じゃあお願いします。はい、劇中にメルディを守りながら戦うことや最後にメルディのお母さんに戻ったところ、別れは終わりではない、とこしえに思うことこそ共にあるということなのだ、というセリフが印象的で胸に迫りました。とこしえという言葉はこのセリフで覚えました。なるほど。他にもコメントいただいてますね。まあ、これは海外の方からのコメント翻訳しますが、彼女は理解できる動機を持った同情的な悪役であり、彼女がメルディの母親であったことは興味深いことでした。さらに彼女のデザインは素晴らしかった。なるほどね、確かにちょっと特徴的な見た目をしてますもんね。はい、ということで悪役も重い過去とかね、あの関係性を背負ってるキャラクターたくさんいますので、ちょっと思い出しちゃいますね。他にもどうですか、ね、気になるキャラクター。あとはそうですね、まあ、11位なんかの、まあ、ビクトルは、まあ、同じくあの18位にユリウスも入ってますけど、そうだね、シリア2からは、はい、まあ、ビクトルも結構特徴的というか特殊なね、はい、うん、あの作品のこう設定ならではの敵っていうところですね。うん、コメントの紹介をお願いしてもよろしいですか。うん、これ思いっきり書いてあるけどいいのかな。あんなに優しくてお人よしだったルドガーがビクトルとなり仲間を殺してしまうというのが何とも言えない、ね、時を経てっていうところがすごく胸に迫る、ね、部分がありますが、そういったコメントですが、他にもルドガーやプレイヤーである自分にとっては世界のために戦わなければならない、殺さなければならない相手で、でも娘のエルにとってはこの世にたった一人しかいない、料理上手で優しくて強い自慢のパパである、もう僕泣きそうになってきた、ね、であるという認識の違いの辛さも魅力だと思いますと。パパなんだよね。いや、そうなんです。そうなんですよ、この、まあ、パパになったからこそというのももちろんあると思うんですけど、うん、やっぱり少しこうルドガーとは動機が違う戦いの、うんうんうん、まあ、理由っていうのもポイントですよね。はいはいはい、なんか守るべき対象は同じなんですけれど、うん、目線の違いというか、分かる、そうなんですよ、はい、そう、あのありますね、コメントの行動理念がエルと共に暮らすため歪んでしまった願いだったけど、そのために全てを投じたから、うん、はい、まあ、でも確かにかなり印象的な敵キャラクターだったなと、うん、ね、はい、まあ、敵キャラクターと言い切れないところもまたこう、ね、はい、ポイントかもしれないですね。そのぐらい根幹に本当に物語に関わってたキャラクターですね、はい、じゃあちょっと続いて、はい、10位から、ね、もう思い入れは多いですけどベスト10に入っていきましょう。また10位から4位ですね。4位ですね、はい、10位から4位がこちらです。どうですかね、今度は
今度は少しずつラスボス的なキャラが増えてきた、そうですね、来たな、ユーク・ガイアス、はい、まあ、ちょっと一色を放っているところで言うと、うん、サレ、そうだね、ああ本当だね、いわゆるその四天王ポジションの敵ですね、はいはい、からトップ10に入ってるのはそうだね、はい、うん、まあ、シンクも同じく四天王ポジションです ね、うん、まあ、4じゃないですけれども、はい、6ですけれども、うん、サレのコメントをねちょっと拾っていこうと思うんですけど、まず早速ね、本当に悪いやつけど実にそれが人間らしいと思える部分もあると、仲良くしたいとは思えないけど、うん、私はどこか全部は憎めなかった、最後まで悪を貫き通した男としてあっぱれと言いたい、本人に言ったら殺されるかもしれないけどそうですね、他にも敵側に事情が多いマテイルズ・オブの敵キャラの中で鉄頭鉄尾悪に徹していたキャラだから逆にそこが印象深いというところもありますね、うんうんうん、見ていて気持ちいいくらいのすがすがしい悪役、このくらい突き抜けていると好感が持てると、はい、結構個人的に印象深いのはあれですね、まあアイテムを使うと、うん、怒ってくるキャラクターがいるじゃないですか、はいはいはい、サレは怒っては来ないんですけれども彼はですね、グミなら僕も持ってるよって言いながら彼も回復してくるっていうところが、ね、あれあのキャラと同じことをしてくるぞと思ってちょっと使ってんじゃねえからのっていうね、はい、続いてはどうします、トップ4まで、アルトリウスとかベルセリアの、アルトリウス ね5位ですね、確かに善悪という意味ではベルセリアは、ね、こう逆転しているというか、そうですね、うん、そこがまず作品として特徴的だったので、はい、アルトリウスというのは、ね、世界を救うも本当に、はい、同志様ですか、ね、なのに、まあ、ゲームの視点というか、ね、プレイヤーの視点からすると彼を、まあ、本当に憎まざるを得ないというか、はい、コメントも読んでいきましょうか、誰よりも人と世界を愛していて、でも愛する人を失ってしまったことで世界と人々を救うために感情を断りで封じ込めた、あまりに強くてでもどこまでも人間らしい、そんな彼が好きです、いいですねこのコメント、いいですね、なんかこのコメント好きですね、そのままコピーに使いたいぐらいの、ですね、キャラ紹介にどんどん採用したいぐらいの、はい、他にも、うん、最初から最後まで強大なボスキャラとして描かれており、その評価に違わないほどの強敵だった、そうですね、強かったですね、はい、従来の多くのゲームでは倒すべき敵の後ろにもっと強大な敵がいたりしたが、このようなパターンは珍しいと感じた、うん、確かに最後までね彼との対決っていうところで筋の通った物語ではね、はい、ありますけれども、そして海外からもコメントいただいてますね、彼は本当に悪役ではなく道に迷った悲劇的なヒーローでした、まあそういった見方ももちろんありますよね、世間的にはヒーローとしてね、そうですね、いたわけですからね、はい、はい、そして同じくこれは英語でいただいたコメントですが、彼はベルベットと同じくらい絶望していて自分のやり方で物事を解決しようとしたんです、いや確かに本当にあの2人はどちらも絶望させられた、ね、まあ、本当に辛い思いから、まあ、どっちに向かうかというところで、まあ、大きく道が真逆に行っていた、はい、うん、まあ、ベルセリアのコピーにもあったこのこれが私の生き方だっていうのはその多分ベルベットのことだけじゃなくて、そうなんだよね、アルトリウスだったりとか、うん、まあ、他のキャラクターももちろんですけれども、うん、なんかこう生き方生き様っていうものをこう主人公サイドとはまた別の視点で象徴するキャラクターだったなと思いますね、はい、そんなアルトリウスも、まあ、5位でしたというところですが、まあ、4位はね、シンクというところだったけど、そろそろトップ3に、はい、行けということですので、だいたいトップ3は予想で絞れてるのではないかなと、そうだね、ここまで来たらあれとあれとあれが出てないぞってなってると思うので、ね、あれとあれとあれの順位を、うん、想像しながら見ていただければ、ね、と思っています、はい、じゃあまずは3位からいきましょう、はい、はい、3位がこちらです、どんなんとここで3位に、ね、はい、さっきちょっとアイテムの話がありましたけど、ね、まあ、ちょっと3位にいたので濁してみたんですけど、はい、なるほどね、あんま濁せてなかったと思うんですけど早速出てきましたけどね、はいはい、コメントからいきましょうか、テールズシリーズの重要な悪役は信念持ってる、実はいいやつっていうのが多い中、プロレスにおけるヒールのようなザ悪役でありながら不快感を感じないバルバトスは悪役として完璧だと思います。なかなか面白い評価ですね。不快とかとのベクトルとはちょっと違うところにいます。そうだね、はい、そしてあんなに戦う中ボスはいないラスボスではないですしね、そうだね、うん、はい、中ボスそうですね、そして、まだコメントありますね、アトワイトさんに振られても全然めげないところやアイテムなんぞ使ってんじゃねえ絵がいっぱいありますねっていう不意打ち容疑がインパクトがでかすぎたから
これはもうみんなの印象の中でね、印象の深いでしょうね、うん、紹介しづらいのはあれですけど、多分コメントの中であのブルーだけが書いてあるあった、まあ、あるだろうなと思ってましたね。まあ本当にね、あの若本さんの声っていうところの、はい、ゲームも含めてみんなの中にもう突き刺さったキャラクターではありましたね、はい、シルエットだけで、うん、多分味方じゃないだろうなと分かるね思いますし、うん、声からしても味方じゃない、そうですよね、まあ、堂々の3位でございましたと、3位でしたね、というところで、まあ、ここからトップ2、どっちだ、では2位はどちらでしょう。2位がこちらです、ミトス。ミトス、はい、はい、これもコメントからいきましょうか、はい、OVA やレイズでの過去の掘り下げ、救済でもともと好きだったのが余計に好きになった、彼のしたことは許されてはいけないけれども、まあ、それでも姉を守りたかったんだろうと思う。レイズでの年相応な面もどちゃくそ可愛い、ありがとうということで、最後レイズへのお礼になってますけども、そうですね、まあ、ジーニアスとのやり取りがいい、はいはい、本当にいい、うん、本当にね、あのレイズでも最近もこういろんなシチュエーションというか、はい、あのイフの展開というのもね、あの再度こうピックアップされたキャラクターでもありましたけども、はい、他にもコメントありますが、シンフォニアなんでね、海外の方からのコメントもちょっと読んでみましょうか。彼が残酷なことをした理由が彼のバックストーリーを考慮して、まあ、理にかなっていて、パーティーにいくらか同情的であったことを本当に気に入りましたが、彼が悪人のように感じるのをやめたほど同情的ではありませんでした。あ、珍しいバランスですが彼は完璧でした。あ、まあ、なかなかこう悩ましい感情を、ね、うんうんうん、抱かれたというところですね。そんな感じで海外からやっぱり、ね、熱いコメントも回る、まあ、シンフォニアの ね、 そうですね、本当にこう敵としては熱い、みんなの同情を集めているというところですが、ミトスは2位でしたと。2位でしたと。じゃあ発表していきましょう。はい、はい、では、好きな敵役の、ベスト20の1位は、こちらです。ダオス。ダオス、ファンタジアからダオスが1位というところでね、まあでもこれはみんな納得かなとは思いますけれども、コメントちょっと言ってみましょうか、はい、ファンタジアには、悪役はいない作品だと思っています。それぞれにそれぞれの正義がある。ダオスの自分の星を救うための孤独な戦いはかっこいいと感じますと、うん、まあ、本当に まさにテイルズらしい悪役の、まあ、最たるものとしての、はいはい、コメントですね。他にもやっぱり悪役にも理由がある。母性のために身を砕くことができる彼の姿勢や、必要のないものには手をかけていないところを見ると彼の優しさがうかがえます。実際プレーをしていてショックを受けましたし、罪悪感を手にボスを倒すことになるなんてといった思いがありました。テイルズというもの自体を好きになったと同時に、まあ、彼のことも大好きになりましたということですね。はい、他にもありますね。ダオス様背景様付きで、はい、背景ダオス様ファンタジアのラストでその信念を知り、ナリダンで、民思いの一面も知って以来戦うのが辛くなりました。確かにナリダンでね、さらにダオスの一面と描かれましたからね、はい、生まれ変わったらデリスカーランの民になりたい。おそうとも信者ですね、はい、そしてダオス様の知性に感謝して毎日ご丁寧に挨拶したい。信者かつもう理想的な国民ですね。本当ですね。こんなコメントまであるのかなかなか熱いコメントですね、はい、他にも海外からもコメント集まってますね、善をはじめ悪であるという、彼ら自身の正当な理由を持っている悪役は悪であるために悪である悪役よりも説得力がありますと、うん、まあ、背景込みで。そうですね、はい、うん、ね、彼は自分が正しいと信じていることのために戦っていました。ずっと正しかったと思います、うん、ということで、まさにねテイルズらしい悪役の、まあ、スタートでもあり、そうですね、局地でもあるというところかもしれませんね、まあ、そんな感じで海外からのコメントをファンタジアもやっぱり多めみたいですね。ファンタジアはまあ計4回ぐらいですかね、多分4ハードぐらいにわたって作り直されているというところ、ね、iPhone 版とかも含めて本当にリメイクが、はい、まあ、初作であるということも含めてその機会は多かったですけども、それだけやはりこういろんな世代いろんな、ね、はい、あのエリアでの方にやはりプレイいただいているというところもありますね。というわけで1位は、はい、ダオス、堂々のダオスということで、まあ、これも皆さん納得だと思いますし、まだファンタジアやってないという方が中にいらっしゃったらね、これを機会に、はい、ぜひダオスに会いに来てください、はい、知っていただければと、はい、というわけで今回は、まあ、アンケートで悪役編ということでしたけれども、これもね皆さん本当にまだまだ語りきれないところでコメントしきれなかったキャラクターもたくさんいましたけども、
また悪役を知るのことを思い出すことでまたプレイしてみたいなっていう、ねね、思いになるというのもなんか個人的にはありましたね。特に2周目3周目遊ぶとより一層、ね、悪役側のことは理解が進むというかできるというか、うん、確かに確かに あの時こうだったのかを知ることができるっていうのは、うん、なんかあの2周目3周目プレイを推奨してるわけじゃないですけどいやでもね確かに2周目やる時っていい、ね、あの時こう言ってたのってこんな思いがあったんだっていうのは、はい、悪役側にこそこう結構あったりするのでうん、それは本当そう思いますね、はいはい、というわけで今回はここまでとなりますけれども、はい、次回もまだあるんですかね、はい、次回は、今度はまた同じくですねお客様からこうアンケートで、いただいておりました、はい感動した、ないし名シーンの、トップ10のランキングを発表していければと思っております。これも熱そうですね、熱そうですね、はい、終わらなそうですね伸びそうですね時間が、でもまた次回お会いしましょうそれではまた次回までお楽しみに、はい、さようなら。